はい、皆さんこんにちは、ペンスでございます。シティーズスカイラインですね、横町タウンセカンドシーズン90回目になりますね。やっていきましょう。前回はここの大学のそばをねちょっと整備させていただいたところですね。はい、今度はね、前回の最後に申し上げておりましたように、ここに鉄道駅をちょっと段取りしていきたいなというところです。で、一番ちょっと騒音の少ない駅ということで、これね、まあ、こっちでも使ってたけどね、ここでもね、これがまあまあ騒音少ない地下駅。どれぐらいにしようかな。八幡明け、うん、まあちょっと一旦置きましょうか。で、こっちだ。で、それに対する線路が、まあまあこんな感じだね。アプローチも含めて、で、どうしようかな。この辺からひょっこり出すような感じにしたい。もうちょっとだけ引いときます。で、地下鉄があるからね、まあまあ上越すからええか。はい、ちょっと道が邪魔やね。この位置で12メーター。この位置で9、でも12メーターにしないと道越えれないんだよな、多分。手前は9メーターでもよしなんだけど、例えばここで、9メーターにしても、そう、越せないんよね。だからここの時点で、12メーターで、ここから、
イナス 12m までまっすぐ引けるゾーンで持ってきます。かなり結構シビアな角度に、こんなもんか。よいしょ。うん、いいんじゃないですか。まあ、なぜ飛び越したかというと、ちょっと地下鉄がね、あるんで、で、カーブを描くんだけど、これ当たらんか、大丈夫かな。まあまあ OK やね。もうちょっと息ずらしてもいいけどね。あれ？なんか掘ってるな、これ。ああ、掘った。
してこんなもんかな。ああ、ここは無理ね。あれ？ああ、そうか。地上モードにしてた。
き上がりました。では鉄道をね、1300系走らせましょう。まあ、もうちょっとこっちへ引っ張ってきてもよかったんかな。どうしようかな。駅をずらすとき、ここで、何マス避けてる ?8 マスやね。だからこっちからも8マスの位置に、あ、さっきちょっと。違うね。8マスずらす感じで。7。ああ、あれが足り。
よいしょ。もう一個。よいしょ、こうだ。で、歩道だね。かな。で、ね、あとは、線路をつなぎ直し。やって、共有範囲か。まあ鉄道駅ね、1個着くのに結構苦戦してるけど。で、ちょっと行った。
感じやね。よいしょ、はい。で反対で、これを入れとくとね、バスプールになるんで、まあ住宅地だからね、さほど混まないとは思ってるんです。でこの道がね、まったんたんとたんここやったはずなんで、このタイプはあれか。でそうか、まあ建物建てたいからね、道を地下に潜らせてもいいんだけどね。ちょっと後で考えようか。よし、ではごめんなさい、ちょっと長くなりましたけど、この辺で終わりたいと思います。ねえ、この辺でね、いらん癖が出て几帳面に揃えないといけないんかなとかね、そんな風に思ってしまったりとかしとるんですけども、はい、ということでまた次回です。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。